ですよね。もう準備ご準備の方ができましたらどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。シルエットの皆さんです。中心に、フュージョンバンドで活動させていただいております。今日は TSK のナンバーから、4曲やらせていただきたいと思っております。次はですね、吹奏楽でも有名な、宝島という曲ですね、聴いてください。
とうございます。宝島お届けさせていただきました。シルエット普段は5人で活動してるんですが、今日はこの大きなお祭りということでですね、ゲストを迎えて、フロントにですね、あの怪しい楽器が2人並んでると思うんですが、ちょっとここで楽器の紹介とメンバー紹介をしたいと思います。今日のゲスト、藤田おさむくん、はい、メンバーの中でですね、いつもリーと呼ばれてます。はい、本名がこんなになったかっていうことここで分かると思うんですね。はい、これは、隣にいますですね、右が、成田ひろし君、はい、家電はエディオン、よろしくお願いします。はい、この真ん中の2人がやってるのがですね、ウィンドシンセサイザー、通称イーフィという楽器でございまして、今シンセサイザーの建物ということで、ここで初めて見られる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ちょっとご紹介させていただきました。はい、次はですね、あともう2曲となりますので、ちょっと元気よくやりたいんですが、その前にですね、ちょっと最初の曲でですね、ちょっと最初の曲で、なんか、ね、キラキラとした、ね、怪しげなベースを弾いてた、彼がですね、大谷翔吾君、ね、このベースがすごいですね。このベースよーく見るとですね、太いのが5本に見えるんですが、その下に1本ずつあって、10弦ベースというやつになりますので、そうそうよそでは見れることがないんじゃないかな。はい、10弦ベース、ここは変態な楽器をですね、ちょっとご紹介させていただきました。はい、はい、色のことに触れないでくださいね。はい、ただここで最後にですね、あと2曲やらせていただきます。本来ギターの水島博之君、で行きたいところではあるんですが、佐藤大成君ドラムスとか違いましてですね、はい、イントロは永遠の19歳だったんですね。はい、年齢不詳、はい、イカ天に出たことがあるらしいです。はい、京子ちゃんのキーボードからどうぞ。
私が下に降りたらもう上がれません。F1 トゥルース谷内さんも入ってくれて、はい、大成君のドラムスからどうぞ。